らくくれたのね。連絡くれたのね。エブリンはクラウドにはもういない。行動チップが破損した。フィンガーズってリパードクのとこに送られたらしい。嘘でしょ。今からそこに探しに行ってみる。クラウドには行くなって言ったのに。わかった、じゃあまたね、ビー。すみません、少し。バイオテクニカ品質管理部のシニアスタッフアレックス・プーシキンが行方不明になった。同社の上層部は彼の消息に関する情報提供を募っている。どんな些細なものでもいいそうだ。もしかしたら有能なワークについた感謝の気持ちがもらえるかもしれないぞ。 B、 今いいか、話が。どんな話だ。例の件だが、解決策が見つかったかもしれない。幸運にもアラサカ時代の古い友人と接触できたんだ。そいつは今ナイトシティにいる。大物と言われる連中にツテを持つ男さ。それが一体何の役に立つんだ。話し合いの場を設ける。その友人と俺たち二人のだ。お前はコンペキプラザで起こった出来事の真相をもう一度初めから話してくれ。信じてくれる可能性は低いが、何はともあれ足がかりにはなるだろう。分かった、いつどこで落ち合う。日没後、ジャパンタウンで。今具体的な場所の情報を送る。では現地で会おう。そのキュートなお尻はどこに急いでるんだい。ねえ、今夜の相手を探してるの？だったらここにいるよ。そうだな、暇してたし。
媚薬があるんだけど興味ない？それ以上ち。おお、いけいけ、打ちのめして。ここに押しかければね。金の問題なら裁判所に相談しな。これであのツインピラどもも懲りて、二度とこの辺に現れなきゃいいけど。まあいい、どこにでも勝手に行きやがれ。おい、並んでるのが見えないのか。割り込みしないでよ。おとなしく座って順番を待ちな。来てくれて心強い。エブリンのことが心配でこんなことになってるなんて。大丈夫だ、絶対に見つかる。あの事件の後、エブリンはしばらくモックスにいたんだよな。そうよ。じゃあどうしてクラウドに戻ったんだ？理由はわからないけど安全だと思ったみたい。よく考えるよう言ったんだけど耳を貸さなくて。フィンガーズにはもう会えたか？まさか、町で一番の医者に見てもらうより難しいんだから。これは延々と待たされるね。割り込ませてもらえないか、あの子たちに頼んでみたら。なんで俺が？いいからやってみなよ。他にいい案があるなら別だけど。彼女は大事な存在らしいな。どうしてそういう結論に至ったわけ？居場所の手がかりを聞いた途端に駆けつけたろう。エブリンってのは絶対に手放したくないと思わせる女なの。クラウドで働いてたのか？ドールじゃなくばあちゃんの調整係でね。エブリンやトムたちと出会ったのはその時よ。ここにエブリンがいると思うか？いてほしいと思う自分とそうでない自分がいる。もし見つけられたとしてもどんな目に遭わされてるかわからないから。フィンガーズはどこにいるんだ？今は手術の最中よ。ずいぶん経つからそろそろ終わるんじゃない？気長に待つことね。私前に何時間も待たされたんだから。診察の後お支払いさせてる時は特に長いよ。受け取ってくれ。これで本物のリパーからまともなクローブを買える。本物のリパーに見てもらえる金があるのに、あんたはここで何してんの？これでどうだ？ちょっと、そんなの彼の勝手でしょ。ほら、お礼を言ってさっさと行くよ。このフェイスプレートの前の持ち主は顔が長かったんだ。そのせいで視神経が引っ張られてる。大丈夫、目はそのうち入れそうよ。入らないの？
はいはい、今日はどうしたね。エブリン・パーカーという女を探してるんだが、居場所を知らないか。このクリニックにいたことは分かってる。ああ、なるほど、そういうことか。彼女はどこだ。知っていると決めつけないでくれよ。あんたらタイガークローズかい。金は払っただろ。モックスよ。モックスか、なぜ早く言わない。で、何しにここへ。おい、どうした。患者は不良品を使われてると知ってるのか。不良品ね。俺に言わせれば可能な限り最良の品だ。支払いは金。単にもらえるものをもらう。体さえ無事なら何もないってことはないさ。最低のクズ野郎だね。で、探してるのはお友達か。言っただろう、エブリン・パーカーって女の居場所を知りたい。では事務所で話そう。ここにはいろんな子がやってくる。大勢な。だが俺は一人一人に心を込めて対応するよう心がけている。患者に聞いてみればいい。俺は案内して回りたいところだが、急ぎの要件があるんじゃなかったのかね。もちろん患者全員を覚えてるわけじゃないが、さ、その生かしたケツを下ろしてくれ。口が聞けないのか。さっさと思い出せ。でないと今日俺と会ったことを一生後悔することになるぞ。 BD スタジオから来た二人に連れて行かれた名前も知らない奴らだ。確かデスヘッドのばあちゃんにうってつけだと言ってたな。ほら、ガの一種だ。知ってるだろ。外で風に当たってくる。エブリンをクラウドに行かせるんじゃなかった。ちゃんと止めておけば。